絶対無理だ。また無理だ。冬を鳴らさず。必ずやってみる。うわ。えぐ。リアルはこれで笛吹いてて、音鳴っちゃダメっていうチャレンジがあるんだ。昨日から4日からも出すし、あと我慢強い。あと、なんかいけるわけじゃない。いけるいける。あのコーナー。いけるいける。いける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 ピチーここが無理ですここが無理ですこれ何なのこれたまにトゲトゲ入ってるやつを AD さんが全部取って集めたすげえ夜会で買い占めてますえ赤坂からなくなった赤坂からじゃあ頑張ってください今日終わりますスターできるできない夜会カジノー1月4日本日は新春スペシャルということで今回初めて私桜井翔がディーラーを務めますお願いいたしますさん緊張しますねこの頼むぞ新人勉強させていただきますので盛り上げさせていただきますこの皆さんの圧ものすごいです挟まれまくってます今そうですかさあまずチームご紹介してまいりましょう、はい、ひろみさんチームには二階堂ふみさん近藤春菜さんそしてアンガールズ田中さんですよろしくお願いしますチームを代表してヒロミさんチームということでベッドの鍵を握っていただきたいと思いますけれどもやるからには勝ちますけどねヒロミさんだ新しいお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 い、ね、言っとくけど今回1回だけだよ分かんないけどこの番組俺にグイグイ来んだよね作っちゃってますよすごいすごいまあ今回ね今日はチーム代表して、はいはいはい、さあそして対する有吉さんチームスノーマン深澤くんみちょぱさんアンタッチャブル柴田さんですよろしくお願いしますあけおめです。ディーラーが落ち着いてていいね。なんかね安定感がある。あると思います。紹介は無用です。いやいや紹介です。してください。いろいろしてください。いるでしょう。本日は新春ということでこちら。おお。おお。すごい。こちらですね、ベニズワイガニ一杯約350g をチーム全員1人2杯ずつ。プレゼントしてまいりますので絶対持って帰るどう調理してんだ家にこれ2杯も好きなようにもまず最初の夜会カジノこちらです It's Showtime 1月4日はモニタリング夜会新春4時間半スペシャル大野聡ですね全130作品以上の中からセリフだけを聞いてタイトルを当てられるのか花より団子です嵐切り抜きドンファンの人はボーナス問題でしょ多分懐かしいですね嵐桜井は10問連続正解なるかさらにウエスト重岡大毅は地獄坂を激走まくれ行け重岡そして難読ニュースをお伝えします二階堂ふみの難読ニュースにすげー中川大毅はすごい超難関山寺クイズ尾上松也に乃木坂山下美月が体を張りまくる1月4日モニタリング夜会新春スペシャルときめく時を TBS